お疲れ様です。速稼塾の久保です。まあ、昭和男はバイクが大好きということでね、今40代、50代をお過ごしのあなた、ね、おそらく10代の頃に一度はバイクに憧れたことがあるんではなかろうかと思います。で、中にはね、中学、高校とバイクなしには過ごせないような青春を過ごした方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。で、私が思うにね、その、まあ、いわゆる昔のね、突っ張りくんとかね、不良っていうのは、今ではヤンキーっていうのかもしれませんけども、結構ね、仕事熱心なんですよ。というのが、やっぱり、10代の、まあ、中頃からバイクに興味を持ったり、人付き合いとか、縦社会っていうところで生きてきてね、金がかかるんですよ。だから、お金を稼ぐために、先輩にバイトを紹介してもらったりとかね、それから、先輩が3年間ぐらい勤めていたバイトを辞めるときに、お前、代わりに俺の代わりに入れよみたいな感じで後釜で入ったりとかしてね、そういうのがバイト先の職場でもすごく重宝されて、私も経営者をやっていて感じたんですけどね、縦のつながりを持っている、まあそういったいわゆる体育会系とかその暴走族上がりっていうのは結構ね、仕事熱心でと集客力あるんですよ。まあ例えばね、ちょっとグレたやつを雇うと、そいつの仲間が店に来て売り上げ作ってくれるみたいなところがあるんですよね。んで、やっぱこう働いている、まあちょっとグレたねスタッフと、それからその取り巻きグルーピーが来てですね、まあ一つの盛り上がりを作ってくれて、まあしかも働いている人に迷惑かけないように、結構丁寧なんですよね。だから他のお客さんに迷惑かけることもないし、割といいなっていうところありますね。まあちょっと話ずれたんですけども、今回ねバイクのことについていろいろと話していこうと思ったんですが、バイクってもともと移動の手段のはずですよね。でも移動の手段であるのと同時に、乗ること自体の開放感とか楽しさってのがあるわけですよ。特に私みたいに運転免許を持ってね、車をいくらでも運転できる立場からすると、バイクに乗る必要って全くなくって、特にまあ体をむき出しになるしね、それから荷物は持てないし、まあいろいろと不便なところが多いわけですよ。もちろん車では行けないような細い道とか行けるっていう風な利点もあるんですけども、でも基本的には移動のほとんどが私はマイカーなんですよね。じゃあなんでここで改めてバイクに魅力を感じるかっていうと、まさに走りなんですよね。このバイクで走っていると、この微妙な温度の変化、例えば山道からね、ぐーっとね、高いところにぐーっと上がっていく坂道の中で、体に感じる温度をこうね、冷えていくのを感じたりとか、あとは花の香りとか木の香りがね、プンと匂ってきたりとか、で、周りの音もね、しっかり入りやすいんですよね。それから何と言ってもね、一人っていうことなんですよ。風にガードされて、バイクを運転してるときって、自分一人の世界に入れるんですよ。まあそうすると嫌顔でも昔のことを思い出したり、こう浮かんでくる仲間の顔があったりとかしてね、まあいわゆる浸れる状態なんですよ。で、車っていうのは基本的に車内が広くって他の人がいる場合もあるんですよ。そうすると一人に浸ることができないのと、やっぱりね、そうですね、カーナビかけたりとか、なんかね、なんですか、画像が動いていたりっていうのもありますし、なんか同じようであって違うんですよね。やっぱり直に肌で風を感じる、地域を感じるってことなのかなと思うんですけども、どうですかね。車っていうのは、プライベートな空間が、そこにガラスで遮られて、ボディに遮られてあるっていうところと、バイクっていうのは剥き出して、その走ってる時に孤独になれるっていう、風のシャッターっていうんですかね。そういったところに、その、味わいがあるのかなって気はしますね。やっぱ今でも私もね、一人でバイクに乗る瞬間っていうのは、なくしたくないなと思いながら、それから改めてね、改めてですけども、250ぐらいの、まあそこそこ街乗りができて、遠出もできるようなね、そんな手軽さっていうのもいいなと思いますし、あとはね、750とか1100とか1300とか、もうモンスターマシンね、こういったものに身を委ねてもいいかなっていうところがあるんですよ。でかいマシンってのは何と言っても、自分がこうでかいマシンにねゴーンと乗って守られている一体感を想像しながら走るんですよね。ですんで、実はね、これ街乗りに向いてるんですよ、私にとっては。街をぐーっと走っていて、信号待ちで向こうの方にね、ショーウィンドウに映る自分の姿に、お、かっこいいな、みたいに思うわけですよね。ただそれだけのために走ってるようなもんで、だから実は信号待ちって大好きなんですよね。バイクの場合はね。まあこれは車でも感じるんですけども、車ってほら全体が映る、
あのウィンドウっていうのがなかなかなかったりするんですよ。うん、だから、うん、やっぱり自分の姿を見てなんとなく浸れるのはバイクなのかなって気がしますけどね。まあ安全運転で行きましょうということになります。それでは今回は以上です。お疲れ様です。